なんじゃもだな。なんじゃも行くか。回復してる。なんじゃもたんのとこに行きますか。ね。なんじゃもね。いや、僕なんか結構いろんなキャラクターに対して好き好き言ってますけど、なんじゃもはそこまでなんだよね。いや、可愛いとは思うし、うわ、いいキャラしてんなこいつとは思うんだけど、ちょっといや、言葉選びが難しい。絶対なんじゃも好きな子だっているもん。いや、好きなんだよ、好きなんだけど、執着するほどではないかなぐらい執着って言い方悪いんだけど、いや、可愛いなと思うし、好きな部類ではあるんだけど、なんか違うんだよな。好みの問題よ、これは。もうお小遣い足りないの、君。何買うの、ここで。都会だもんな、ここな。え、動いてない。あー、消えた。え、怖い。ここの街やばい。リップタン、リップタンいた。かわいい。あー、かわいい。美しい。リップタン、あなた綺麗ね。お前何回出るねん。あー、リップタンだ。リップタンいる。バカかわいい。あ、変わりやがって。ここだな。もしかしてネモちゃんに会える？あいつこの前僕と戦わずにどっか行ったんだよ。会えるかにゃ？どうだかにゃ？失礼します。うわー、やっぱりな。お前やっぱり待ち伏せしてるだろ。え、Pじゃないんだよ。お前、アサンダスがいる。かわいい。また同じチームでばったりなんてすっごい奇遇だね。ほんとか？お、くぅ、怖い。こいつ、メンヘラすぎんだろ。ほんと、偶然。うわー、やばいやつに見つかってしまう。いや、でも、可愛いから全然いいけどね、僕は。勝負したくて先回りしてる、とかじゃないからね。ひえ、ひえ、嘘じゃないよ。その証拠に、え、そうなの？勝負しないの？あんた。今回は勝負しないんだから。本当はやりたいけど。その当て字、怖すぎ。あとはこれさえあれば、準備はバッチリだよ。何？ PP エイド？使わんべ。ありがとう。ポケモン20匹くらい、鍛えながら応援してるね。あいつやば。20匹も鍛えんの？お前の、他のポケモン見たことないんだけど。ようこそ発行ジムへ。こんにちは。挑戦者のお名前を登録します。美です。お前に呼ばれる筋合いはないが。失礼。美さんですね。はい。あー、セーブしとこ。ようわからん番組に今から巻き込まれるから。行くぜ。スーパースターの誕生だ。皆の者、どんなもんじゃ TV の実感だぞ。いや、可愛いんだけどね。しつこい。可愛いとは思うんですよ、僕だって。あ、可愛い。あら、ブカブカ。あんた露出すごいわね。寒くないの？はい、どうもどうも。あなたの目玉をエレキネット。何者なんじゃ？なんじゃもです。可愛い。ジムリーダーだよ。おはこんハロチャオ。はい、どうぞどうぞ。おはこんハロチャオ、ハロチャオ。投げやり。可愛いね、僕。自分の方が好きっていう。なんじゃもご使いこなしてんじゃん。意外と離れしてる。震えてんな。てなわけで、僕とバトりたかったらこの番組を盛り上げてねって話。あ、かわいいね、僕。やる気満々じゃん。お前やる気満々じゃんって言え。ペパを見習え。
じゃ、企画の説明始めちゃうよ。ええよ。マシカトジェントルさん、いらっしゃーい。出てこい、寝るけ。あ、その姿なんですね、今回は。挑戦者のピシには、ピシピシって嫌だな。ピシには、今からこちらのジェントルさんとかくれんぼをしてもらいます。街頭カメラでジェントルさんを探して3回見つけられたらジムテスト合格。ポケモンリーグにはお世話になってますのでお手伝いです。いい人、マジでいい人だよな、この人。お手柔らかにお願いしますよ。え、すっごいフォーム良かった。そろそろ準備できたかな、ジェントルさん。もういいかい。まだだよ結構ですよ。もうバレバレじゃん。どこにいたっけなって、ちょっと記憶を思い出してた僕の時間を返してほしい。バレバレすぎるやろ。おや、見つかってしまいましたか。お前なんか間抜けな顔してんな、今度は。もうちょっとキリッとしとけ、キリッと。ピシ、ジェントルさん発見。すごいぞ、かっこいいぞ。そうだろう。じゃあ次のかくれんぼを始める前に、てこ入れとして僕のファンと戦ってもらうよ。怪獣マニア、出てこいや。かわいい格好どうしたんだよ。どんなもんじゃ TV 盛り上げたい。よくあるよね、ツイッターで、なんとかなんとか盛り上げたいって、タイねえのにタイつけてるやつ。ごめんなさいジムトレーナーのリョータが勝負を仕掛けてきた。リョータくん、見せしめにされてるよ。ルクシオ、ルクチオちゃん。あれ、一匹しかいないんだっけ。なんだよ、勝っても負けても盛り上げたい。一人しかいねえんだって。タイを名乗るんじゃない。はい、勝利、挑戦者し、お見事。お前さ、自分のファンをさ、慰めてやれよ、先に。頑張ってくれてんだから、もう落ち込んでんじゃんじゃ、カメラ変えるね。かわいそうに。あとでエコひいきしてもらいな。お気にだよ、お気に次の舞台はこちら、みんな大好きポケモンセンター。ちょっとあの、このテンション高い女の子の子、声ガサガサなるからやめてほしいんだけどここにもジェントルさん潜んでるから、躍起になって探してね。ちょっと言い方うざ、ごめん、そんなこと言って。こんにちは。そん中どうやって入んの。え、って入り口なくない。そういえば飛び越えてから出勤してんのかな、いつも。あ、なんかさっきよりちょっと明るくない、顔。そうでもない。できるぞ、さすがだぞ。なんかバカ扱いされてるんだけど。じゃあ次のかくれんぼを始める前に、てこ入れとして、さっきも言ってたじゃん、それ。またもや戦ってもらうよ。怪獣マニア、出てこいや。はい、また来いよ。同じ格好したやつだろ、どうせ。もうさっきのやつだもん。なんじゃも様が見てる、負けてらんないです。やっぱそういう思考で出てるんだよな、君たちもな。あいつ褒めてやるよな、負けても勝っても。ひろゆきくん。え、あら、かわっちい。色違い最難関の子じゃん。弱い。モコッコ、入れ替えてみっか。お前も使ってみるか。弱ーい。弱ーい。なんてこと。混乱しちまったねイエーイ。自害じゃ、自害じゃ、自害じゃ。いいぞいいぞ、愉快愉快。勝った。なんじゃも様への思いは負けてないですから。うん、それは勝ってると思うよ。それはファンの方が強いでしょ。強くないとダメでしょ。
お前は褒めろってだからパンを。はい、勝利、挑戦者し、お見事。探しっぷりもバトリっぷりも狩人のごとし。じゃ、カメラ変えるね。マジでフォローねえなこいつ。最後の舞台はこちら、激闘渦巻くバトルコートだ。果たしてこの人だかりからジェントルさんを見つけ出せるのか。声がガサガサだよ。え、本当にすごい今の。これはこれは感服いたしました。校長だけでなく、だから探しも頑張って見つけてくださいね。オッケー。もうペパー先輩っていう宝がいるんだけど。ふひ、ふひ、ふひって何？ふひって。美子のおかげでチャンネル登録数はシビルドン登り。うちも登ってほしいな。じゃなくて、事務テストクリアだ。いやー、白熱したゲームに全世界の皆の者も大興奮だったぞよ。ビシと勝負すれば僕の動画もっと楽しくなりそう。一緒にコラボしようぜ。てなわけで、準備ができたら受付においでませませ。はーい、いつでもコラボしてあげるから。やさっち。あら、にっこりしてたわ。私かわいいね、あんたはね。何にしたってかわいいわ。あ、ちょっと今半目だったよ。